神井幸、行きます。僕はサイドセブンのグリーンノアに住んでいた。そこのハイスクールに通っていたんだ。父はモビルスーツの設計者だった。ガンダムマーク2も父が設計をした。そのグリーンノアに来た地球連邦のエリート部隊スターンズ、それに所属する軍人ジェリド・メサ中尉とのいさかいが僕を戦いに引き込んだ。好きでパイロットをやってるんじゃないんだ。でも僕だってティターンズのことを知ってしまえば戦うしかないじゃないか。カミーユ、クワトロタイガー作戦の説明をするそうよ。素人が大気圏突入なんて本当に大丈夫なの？成り行きでこうなっちゃったからって今さらやめるわけにはいかないのは見ればわかるだろ。説明が始まる。静かにしてくれ。我々エウーゴはこれより地球連邦軍の本拠地であるジャブローへの降下作戦を行うことになった。当然のことながら地球連邦軍のエリート部隊ティターンズによる抵抗が予想される。彼らを退けなければ安全な地球降下は不可能となる。アポリーとロベルタは私のポソ。はい、了解です。エマ中尉とカミーユはそれぞれ編隊を率いて降下してもらう。はい、わかりました。カミーユのガンダムマーク2と私の百式はこの作戦の主力となり、落とされることは敗北に等しい。くれぐれも注意してくれ。では作戦を開始する。クワトロ隊員、生き生きとしているな。本当は戦争が好きな人なんじゃないか。ガンダムマーク2出るぞ。我々はジャブロー降下のためこれより大気圏に突入する。カミーユ、そこは敵のフィールドよ。敵を倒していけば制圧できるわ。出てこなければやられなかったのに。すごいわカミーユ、本当にパイロットをしていたのね。頭をアポリーとロベルトのリックデアス隊に取らせた。エマ基地支援に行く。そこ、そこ、アクシマル、無駄な殺生を待たさせる。
これ以上は持たない。フィールドの連携を断ち切ってしまえば、孤立した場所は制圧しやすくなるはずだ。周りをよく見て行動しないと危ないわね。気をつけて、カミーユ。待て。手巻はアーガマへ交代しろ。クワトロ隊員、ここはスペースノイドの言うことを聞け。せっかくのチャンス。前期体験突入をさせる。了解。降下部隊は降下予定地点へ向かえ。敵のモビルスーツ隊です。対モビルスーツ戦用意。第一戦闘配置急げ。我々を追い抜くつもりか。反対の前へ出ると。シタンズの第二波が入った。こんなことをやるからみんな死んでしまうんだ。どけよ、どけよ。出てこなければやられなかったのに。直撃させる。バックアップのおかげだってこと忘れんなよ、カミーユ。戦略フィールドの守備隊長がいるわ。倒さないと制圧できないはずよ。神行き、敵拠点を制圧。お疲れ。発掘しまで。どけよ。そこ。当たれ。
撃させる。安いものだから。アンクしまれ。どけよ。死んでしまうんだ。出てこなければやられなかったのに。Come on!
殺傷待たさせる。はい、今です。カミー、よくやる。カミー、腕を上げたな。なしでそんなに持つのか。隔離後、これ以上は無理だ。バリュートを展開したらこちらがやられる。これまでか。いい、ジェリドメ弱気な。そんなことじゃ撃てん。もう持たないぞ、焼け死ぬぞ。オートマジックか。これではやられる。もっと離れていれば撃たれなかったのに。うわー！